タレッチョは北イタリアのポーガ流域にあるロンバルティア地方で生産されている DOP 指定のチーズである。名称は原産地のタレッチョ渓谷に由来している。ウォッシュタイプのチーズであるため特有の強い匂いを有するものの穏やかな口当たりと軽い酸味を持つ食べやすいチーズである。イタリアのチーズには珍しい平たい正方形をしている。これは チーズの原産地が険しい渓谷であったため運搬時に効率よく積載する必要があり正方形に成形されたと言われている。外皮はピンク色からオレンジ色であるが熟成したものでは茶色がかった色になり青カビがつくこともある。5、6世紀頃からアルプスの遊牧民が作っていたストラッキーノと呼ばれるチーズを起源に持つ古いチーズであり、10世紀頃には すでに作られていたとされているが、この伝統的なチーズにタレッチョという名前が付けられ工場生産されるようになったのが第一次世界大戦の後のことであるため、比較的新しいチーズであると申されている。タレッチョは低温殺菌された牛の全乳を使用して作られる。32から35度程度に加熱した全乳に乳酸換菌と連鎖球菌を移植して成熟させた。 あと、レンネットを加えて凝固させ、得られたカードを、米粒大に細分化する。細分化したカードは一辺20センチメートルほどの、正方形の型に入れ成形し、乳性を抜いた後22から25度で8から16時間ほど放置する。その後、チーズを有害な微生物から、守り独特の風味を与えるために、塩水もしくは塩を表面に加え熟成を行う。 熟成は最短で35日間、通常40日程度熟成させる。熟成させている間は気温2から6度、湿度85から90%の環境に保ち、およそ7日ごとにチーズの表面を塩水で洗浄する。このチーズの洗浄によってウォッシュチーズに独特な表皮のオレンジ色が形成される。なお、洗浄は水ではなく酒で行う場合もある。 DOP によって指定された伝統的製法に従って製造をしなければタレッジョの名称を使うことができないため、父の成熟に用いられる菌や凝固に用いられる。レンネットは自然のものを用いなければならず、微生物から遺伝子組み換えで生産されたものを使用することはできない。ありがとうございます。